カワポンです。立教大学の経営学部は屈指の難関のイメージで、実際に難易度も高めになると思います。しかし5年間の試験者と倍率をご覧ください。特に経営学科は2021年の入試改革の時には志願者は増加しましたが、その後3年連続で大きく減少しています。倍率も10倍前後あったものか、その半分程度に落ち込んでいます。国際経営学科は志願者はそこまでの変化はありませんが、倍率はかなり減少しています。ということで、これらの数字だけで判断すればそこまで難関とまでは言えなくなっている印象です。この傾向が続くと仮定すれば、積極的に狙ってもいいのかもしれませんね。経営学部は英語の配点がかなり高くなりますので、英語はかなり重要になります。英検であれば2400を個人的にはおすすめしています。ただそれより低くてもチャンスは十分にはあると思います。今後いただいた特典開示の情報もなるべくアップしてきますね。ありがとうございました。